あっちどっちそっち ADS。 今回は栄新高等学校桔梗ヶ丘校文化祭についてお話を伺っていきます。さあ、学校ということでたくさんの学生の皆さんが来てくださいました。自己紹介をお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。私は生徒会長と文化祭実行委員長をしています2年生の小松仁です。みんなからは仁仁って呼ばれてます。お、仁仁お願いします。よろしくお願いします。お隣の彼お願いします。はい、1年の、生徒会執行委員南江信弘です。みんなからはヒロミンって呼ばれてます。よろしくお願いします。ヒロミンお願いします。最後後ろの、はい、1年タンダリアです。生徒会執行員をしています。なんて呼ばれてる、なんて呼ばれてる。家の人からではリーシャって言われてます。リーシャ、かわいいですね。皆さんこうなんかあだ名が あってあだ名で呼び合っててすごい楽しそうだなと思うんですけど、あとそしてね、今日は先生、森先生が、はい、ついてきていただきました。よろしくお願いいたします。さあ、はじめに栄新高等学校桔梗ヶ丘店、あ、桔梗ヶ丘校について、聞いていきたいなと思うんですけれども、どういった学校なんですか？私たちの学校は桔梗ヶ丘にあります。そして約90人ほどの生徒と先生方が在籍しておられます。栄新高校の桔梗ヶ丘校としての特徴は学び直しができることです。学び直し、はい、今の栄新桔梗ヶ丘校の方では週2日で火曜日と木曜日に授業がありまして、それ以外の日に来てもらっていろいろな活動だったりとか創作活動や音楽などいろいろできるようになってます。じゃあこう自分のやりたいことに合わせて通うことができる高校なんですね。はい、はい、特徴なんかもありますか？何か特徴は、そうですね、やっぱりその学び直しゼミっていうところもですが、やっぱりこう一人一人個性が強い子が多くて、はい、やっぱりこうすごく楽しくやりながら、やっぱこう各々の個性という部分をやっぱ出してくれてるのかなとは思います。個性を生かしながらね、学校生活を送っているということですけれども、いや、そう聞くとすごく楽しそうだなと思うんですけど、実際学校生活はどうですか？皆さんどうですか？それぞれ、じゃあまずはジンジンから。はい、じゃあジンジンが言わせていただきます。はい、学校生活はすごく楽しいです。私は野球部に所属しているんですが、その活動もすごく楽しいですし、やっぱりこう友達と過ごす時間だったりとか、あと生徒会でのメンバーとの活動だったりもすごく楽しくて、すごく充実した毎日を送らせていただいてます。部活動もあるんですね。はい、じゃあ続いてヒロミン。はい、じゃあ行かせていただきます。やっぱ学校生活はやっぱりすごく今めっちゃ楽しくて、あのすごい先輩とか優しくて、もちろん友達もすごい優しいし、先生もすごい、もうものすごく良くて、でも森先生もすごく、もう何か困ったことがあったりしたらすごく、なんていうの、あの励ましてくれたり、アドバイスくれたり、すごい的確なアドバイスくれたりして、やっぱすごくもう先生とか、もうあの友達とか、まあ先輩とかもういて くださって、本当にもうあの一緒に何かあったらもう常に一緒にいるって感じで、もうすごくもう本当に楽しい毎日を過ごさせてもらってます。じゃあこう先生との距離とかもすごく近かったりするんですか？はい、あとね、先輩ともやっぱりすごい仲良しだったりとかするのがすごく感じますね。はい、リーシャさんはどうですか？とても楽しいです。自分がしたいことがすごく発揮できるクラスもあったり、それを支えてくれる友達だったりがいるんで、とても楽しいです。ちなみにリーシャさんは何をやりたかったんですか？今クラスで委員長をやらせてもらってて、そちらもなんか自分ができなかったことを友達が支えてくれたりとか、先生に相談した時に
なんかすごく先生らも助けてくれて、とてもやりやすくなってます。そうなんですね。こうね、ジンジンがこの学校のスタイルとして個性豊かな子が多いってお話ししてたんですけど、でもこう個性を認め合って助け合って支え合って、そんな学校なんですね。いやー、いいなー、青春だなーなんてね、思ってますけれども、今回ね、開催されます英進高等学校企業が丘校の文化祭、こちらについてもね、伺っていきます。まずは開催日時や場所も教えてください。はい、開催日時は明日の11月の18日の土曜日で、開催場所は英進高等学校の企業が丘校の校舎でやります。明日なんですね。はい、じゃあもう開催間近なんですよ。そんな忙しい時に来てくださったんですね。わあ、じゃあそんなね、文化祭のテーマっていう何かあるんですか？今回の文化祭のテーマは、はい、個性絆で輝けノーリミットとさせていただいています。おお、ここにも出てきました個性ですね。はい、これどういった思いが込められてるんですか？先ほどもお話しさせていただいたんですが、やっぱ英進高校には個性豊かな子が多いですし、こう文化祭でやっぱりこう絆をつないでって、そして文化祭が終わった後でもその絆がずっと続くようにっていう思いが込められています。いや、素敵。いや、いいですね。でそんな、ね、個性絆で輝けという、ね、テーマを掲げながらお届けします。文化祭、どのような内容なんでしょうか？文化祭自体は、はい、今回2台のキッチンカーだったりとか、クラス展示などいろいろな展示があったりだとか、ステージ発表もあります。はい、今回のステージ発表では英進高校の氷河丘校の生徒が三味線を披露してくれることになっています。三味線？え、この三味線部とかがあるの？今回三味線プロジェクトとして、あ、プロジェクト？じゃあこうやりたいよっていう人を集めて三味線この日に向けて練習したってことですか？はい。あ、すごい。じゃあ初心者の方もいるってこと？そうですね、ほとんどがもう初心者ばかりで、うん、そうなんですか。いや、これもですね、聞いてみたいです。他はどうですか、このステージイベントは？そうですね、ステージイベントは地域団体の方が数組いらっしゃっていただいて発表してくれます。うん、他にはなんかこう学生バンドもあるんですかね？はい、あ、これはこの地域で活動している学生バンドさんが披露されるということですね。はい、あとバレエスタジオの方のバレエパフォーマンスだったり、あとラジオ体操なんかもね、行われるという予定です。はい、これ見どころっていうのはどういったところにありますか？そうですね、見どころ、やっぱり各クラスで模擬展だったり、ゲームコーナーしてくれているところもありますし、はい、やっぱり先ほど言わせていただいた三味線のところも注目していただきたいと思っています。はい、ジンジンのクラスは何かこうクラス主展示とか出展はあるんですか？はい、2年生のクラスでは、カフェコーナーとゲームコーナー2つのブースがあります。おー、カフェコーナーとゲームコーナーで、どういったゲームがあるんですか？投げとか、スイッチのあエビバディ、はい、ワンツースイッチっていうソフトがあるんですけど、それをスクリーンに映し出してみんなでワイワイゲームするっていう。あ、それは楽しいですね。大きなスクリーンで学校でゲームするって、なんかこう学生の時に考えた妄想というか夢というかがね、叶っちゃうということですね。ちなみにこのヒロミンとリーシャさんのクラスではどうですか？はい、自分は1年2組なんですけれども、自分のところは、射的と、あ、3つ出すんですけれども、射的と、お菓子釣りっていうのと、あとスライム作りっていうのをやってて、で大体この3つはまあちっちゃい子
をターゲットというかにしたまあ、遊ぶ場所になってて、はい、でまあそうですね、自分はお菓子釣りのところなんですけれども、うんうんうん、まあすごくいっぱいお菓子いっぱい美味しそうないっぱい入っててすごく美味しいです。お菓子選びに、はい、力を入れたということですね。はい、リーシャさんどうですか。私は1年1組の方なんですけど、うんうん、私のところはお菓子のつかみ取りと、的当てとスーパーボールすくいになってて、最初お菓子釣りを決めていたんですけど、1年2組の方の意見をちょっと聞いてみて、そうですね、かぶってしまうんでじゃあ変えようと思って、じゃあお菓子のつかみ取りはどうってなって、で小さい子からちょっと中学生ぐらいの子たちもそれやったら楽しんでくれるんじゃないってなって、そうなりました。おー、ここまで聞いてきてね、こう各クラスが小さいお子さんも来た場合も楽しめるし、で大人の方が来たとしても楽しめるこうクラスの、ね、展示を考えてたんだなっていうのがすごく感じられます。僕のクラスもじゃあ森先生のクラスも自分のクラスも宣伝させてください。はい、1年3組なんですけど、はい、と名張の菊水テープという会社さんとコラボでして、はい、オリジナルテープ作りとして、一緒に機械を持ってきていただいて、テープを作るっていうのとボーリングをするという、この学校の中でも結構企業とコラボさんをしている3年生とかもそうなんですがあるんですが、その一つとしてやりますので1年3組をよろしくお願いします。あ、菊水テープさんのテープ今ね後ろにもあるんですよ実は。すげえ、あ、ごめんなさい。いいですね。そう、このテープをオリジナルで作れるんですね。そうなんですよ。驚きです。で企業さんとコラボするクラスもあるんですか。はい、すごい。これはこちらからこうお声掛けしてみたいな感じなんですかね。ああ、すごい、いろんな取り組みをねやっている文化祭すごく楽しみですけれども、こちらキッチンカーもねあるということで、キッチンカーについても教えてください。はい、キッチンカーは今回2台のキッチンカーが来てくれています。お名前の方が渋川よろず店さんと、はい、カフェドルンネさんに来ていただいています。どういったキッチンカーなんでしょうか。何の販売されてますか。渋川よろず店さんの方が、うんうん、お弁当だったりとか、うんうん、マンゴージュースだったり、そういうご飯系のキッチンカーになっています。カフェドルンネさんの方はクレープを主体としているキッチンカーの方々です。うーん、じゃあお腹も満たしつつ、ね、クラスのこう展示で何か思い出に残るようなものを作ったりとか、またお菓子のつかみ取りをしたりとか、いろいろね楽しめそうですけど、グラウンドでもイベントがあるんですか。はい、今回グラウンドではヒックベースとストライクアウトをする予定になっています。ヒックベースですか。はい、楽しそうですね。はい、こちらは運営は今回実行委員を立ち上げていまして、うんうんうん、そちらのグラウンドの部署があるんですが、うんうん、そこのグラウンドの部署のメンバーがほとんど私も所属している野球部のみんなで、それにちなんでなるほどベースをしてくれています。はい、じゃあこの中、ね、学校の校内だけじゃなくてグラウンドにも飛び出していただきたいと思います。いや、こんだけねいろいろ行われる文化祭ってことなんで準備大変だったんじゃないですか。皆さんどうですか。それぞれ教えてください。まずジンジンから。そうですね、やっぱり私は実行委員長としてやっぱり一人一人と向き合いながら、こう自分のクラスにも顔を出すつもやっぱりこういろんなところに顔を出さなきゃいけなかったので、うんうん、すごくそこの兼ね合いがすごく難しかったんですが、すごくみんな自主的に動いてくれたりするのですごく助かっていました。はい、じゃあヒロミンどうですか。はい、自分とこは、自分はステージ発表代表ということで、ステージ発表今回自分も含めて、伊勢本校さんと企業学校僕とのコラボで自分はギターを弾かせてもらうんですね。エレキギターを弾かせてもらって楽器もできちゃうんですね。そうなんです。そうなんですよ。ほんで、まあ、それで
ちょっと今回期間がちょっとどうしても短かったっていうのもあって、合わせるのが一回もまだ合わせてなくて、うんうん、で今回明日ですけど、そうなんですよ、本番に合わせるということで、ちょっとそれもちょっとちょっとドキドキしますね。ドキドキしてて、すごくでもやっぱり自分にできることを精一杯やっていくっていうことがやっぱ大事かなと思いますので、うんうん、すごくめっちゃ緊張してます。頑張ってください。リーシャさんどうですか？私はクラス展示の責任者をしていて、はい、1年1組2組3組2年生3年生全部の責任者をしていて、うん、で各クラスにリーダーがいて、その人たちをまとめるとか指示をするのがとても大変で、で各クラスのどういう今状況なのかっていうのも聞き取らなきゃいけないし、で明日までに間に合わせなきゃいけないっていうのもあったから大変やったけど、でも自分らが楽しむよりはまず保護者とか来てくれる人が楽しんなきゃ意味がないんで、うんうん、まあ、そこを大事に頑張ってきました。はい、皆さんねそれぞれ頑張っていらっしゃったということですけど、その姿を見て森先生どうでしたか？はい、なかなか学校に行きにくかったり、うんうん、いろんな困り感を持っている子たちがこうやって学校に来て文化祭を通してどん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 壁や当たりながらも個性を発揮し絆をつないで、こうやって今日もそれぞれが発表している姿を見るととても嬉しいですし、このようにして将来大学や進学したり就職していく子になっていってほしいなということで、とても頼もしく見ていていつも感動をいただいております。そうですよね、私もこう聞いていてそれぞれ皆さんの、ね、役割をこう自分なりに精一杯やり通すぞっていう気持ちがすごい伝わってきて頼もしいなって思っちゃいました。それではね、改めて明日行われます栄新高等学校の開催場所、開催時間を教えてください。はい、開催時間は12時半受付開始で、栄新高校気象学科校の校舎で明日やります。はい、明日いよいよ、はい、栄新高等学校気象が丘校の文化祭ということですのでね、ぜひね気になる方は栄新高等学校気象が丘校のホームページで文化祭について、ご覧ください。今日はね前日などにお集まりいただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってくださいね。ありがとうございます。ここまでは明日開催されます栄新高等学校気象が丘校の文化祭についてお届けしました。ぜひ明日お出かけください。あっちどっちそっち ADS